どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、 DSOD 武藤遊戯さんが実装になってレベルアップ報酬にて3枚ゲットできるようになった冥王竜ヴァンダルイオンっていうカードをね、使っていきたいと思います。めちゃくちゃかっこよくないですか？こいつめっちゃかっこいいんですよね。ちょっとなんか見た目はエヴァンゲリオン感があるし、あと名前はバンダレイシーバ感があるし、なんかかっこいい。で、効果もめっちゃ強い。まあ、ちょっと若干特殊な効果を持っていて、ご説明していきましょう。で、カウンタートラップで相手のカードを無効にすると特殊召喚できるよっていうモンスターがございまして。で、無効にしたカードの種類によって効果が変わります。相手の魔法を無効にしたら1500ダメージ。罠だったらフィールドのカードを破壊。モンスターだったら墓地からモンスター特殊召喚するっていう。で、罠を無効にした場合が一番強いですね。このモンスター効果を無効にした場合にこの罠のこのカード1枚破壊っていう効果をつけてほしかったなってちょっと思ってるんだけども、てかもうなんなら全部あの相手のカードを1枚破壊するでよかったなと思ってるんだけども、まああのこのあの効果は非常に強力で、割と決まったらめちゃくちゃ楽しいという。で、これを今回は使っていきたいと思ってデッキを組んできました。で、カウンタートラップで今一番リンクス界で一番強いのは何かっていうと、あのいろいろあるんですけども、まあ多分ね、シンバスとかはもちろん強いんだけど、結局その2枚コンボっていうのがあって、でまあパーシアス、リンネのパーシアスが多分一番強いと思うんですよね。で、ただし、まあ、神戦とかないからね、リンクスは。神戦と神中しかないから、リンクスは。で、リンネのパーシアスなんですが、このカードね、トラップカードな、カウンタートラップのクセシアがあって、カウンタートラップを1枚手札に抱えて見せる必要があるんですよ。だからね、あのね、カウンタートラップをサーチできるデッキであれば相性はすごくいいんですよね。なんで、まあ、カウンタートラップをサーチできるんだったら何でもいいんだけど、まあ、一番やっぱり強いのはメガロイドシティで、あのアレイスターを割りながらそのレッドロイドコールを持ってくるっていう、このあの何あシナジーが一番強いかなと。あとマドルチェとかもあるんですよね。マドルチェもマドルチェワルツだっけ、ワルツじゃねえや、なんか無効にするカウンタートラップなんですよ、モンスター効果を、あれを持ってこれるんで、マドルチェとかも相性がいいっていうのと、まあ単純にこのレッドロイドコールを持ってこれる、このアレイスターギミックも相性がいい。そしてこのレッドロイドコール意外と強くて、これ墓地から除外すると墓地のロイド持ってこれるんですよ。だからそのカイトロイドとか一回使ってもう一回回収するとかできるんで、結構そこそこ強いんですよね。で、あとのギミックはもう完全召喚獣に立ってるんで安定のアレイスターと、それからこういう召喚獣に頼ってると。で、パーシアスのリンネルパーシアスするんで、一応こういうね、ホーリーエイトパーシアスとかも、まあ、入ってると。まあ、1回くらいしか多分デュエル中あんま使わないので、なんで1枚でいいかなと思って1枚にしますけど、まあ、2枚必要であれば2枚入れることになるけどね、多分ね。はい、というわけで早速ですね、このバンダレイシューバさん出していきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、おはい、行くぜ相棒、相棒、相棒じゃないか。これこの対面嬉しいな。この対面嬉しいぞ。この対面嬉しくないか。王の魂機関デュエルだこれ。楽しいな。全然関係ないカードだったごめんね。あ、そっちがそういうデッキ。あ、いいじゃん。なんかちょっと俺のデッキがちょっと若干全然関係ないデッキでごめんね。で、はい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 。で、魔導陣は了承。魔導陣オッケー。これ次カウンタートラップ引きてえな。ちょ、バンダルキオンとかいうなんかよくわからんモンスターめっちゃ来てんねえな。ようわからんモンスターめっちゃ来てる。カウンタートラップ引きて、止めて、ナビゲート止めて、頼む。ドロー、やった。神、神ゲー、これ神ゲーすぎん、これ神ゲーすぎんだろ、これは神ゲーすぎる。使えない、なるほど。はあ、はあははあ、エンドしかできないか。エンドしかできないな。エンドしかできない。ナビゲート使ってくれ。ナビゲート使え。ナビゲート使っていけ。ナビゲート使え。ナビゲート使えよ。まあ、でも使っても使わなくてもいつでもいいけど。あ、オッケー。ナビゲート使った。で、リンネのパーシアス発動。リンネのパーシアスの効果によって、バンダレシーバー墓地の上、そのカードをデッキに戻し、その後ホーリーナイト
パーシアスを特殊召喚、そしてカウンタートラップを無効にした場合、手札より冥王竜バンダルギオンも特殊召喚、バンダルギオンの効果は発動、フィールドのカード1枚を選択し破壊する。つえこれがカウンタートラップ1枚で大型モンスター2体展開する最強ムーブ、カウンターデッキ最強ムーブ、バカ強い、これマジ最強ムーブきた、これがやりたいみたいなムーブきた。ちょっと召喚獣アレイシさん邪魔、お前なんでそのとこいるんだよ、どっか行けよお前、お前どっか行けや。この1800って意外に守備高えな、お前意外に守備高いぞ。よし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 、オッケー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 、あー強い、強すぎる、全員攻撃表示いこう、いけー、アレイスターはアタッカー、おらーおらーおーっと最強の決まった、召喚獣意味ね。さあお相手の方ヘルカイザー亮君、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。これはコズミックがあるんで二伏せしないといけないですね、基本的に二伏せしないといけないので、メガロドシティでレッドロイドコール持ってきましょう。メガロドシティ効果で回転ロイド割って、でこれ怪しい動きしていく、めちゃめちゃ怪しいけどねこれもうバレバレだけどねこれ、伏せカード普通にレッドロイドコール、回転ロイド割ってレッドロイドコール持ってるのおかしいもん。うん、それはいいよ、あいいよいいよ、全然いいよ全然いいよ、 OK2100 はいい、ディスティニードログ入るからそれはいい、サイバーロードフュージョンそれもいいんじゃない、それもいい。で2体を融合してランページかなんかですか、まあ、これデッキに戻るからよくて、でランページ OK で、ランページ効果発動しますか、効果発動しますか、はい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 、了解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 オッケーオッケーオッケー。で2枚のカードを選択して破壊しようとするが、リンネのパーシアスの効果を発動、カウンタートラップを相手に見せつけることによってセライフポイントを支払い、その効果を無効にしデッキに下ろし、その後ホーリーナイトパーシアスを特殊召喚、守備表示な、そしてこれによって貴様のカードはいっぱいデッキに戻ったな。レッドロイドコールの効果を発動、このカードをゲーム勝ち返し、カイトロイドを手札に加えるぜ、最強だドローだ、神の摂理か、なるほど、殴るとまたちょっとよくわからんことが起きるんだよな。でもこれこれさ強引にさ、これ強引にさ、あのさ水出せればいけるってことでしょ、だから簡単に言うとこれ水です、これもうこれさいけんじゃねえ、このもんなんか光んねえし、どうせ大したことない、あのカード多分オーバーフローとかじゃないの、これ多分これで勝てる、多分いける、いける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 、召喚獣関係ねえけど召喚獣なんて関係ねえんだよこのデッキは、いけ、メガロイドシティの効果を発動、デッキよりロイドを送って打点を1800にアップ、シャーサブマリンロイドの効果を発動、くたばりやがれよ、召喚獣全然関係ないんだけど、このデッキ対戦ありがとうございました。さあお相手の方、絶対運命力いいだろう、絶対運命力か、カップオブエースとかいうな、最強カード強すぎるんだよな、絶対運命力7種類にしてもなんかそこそこ安定しますよね、意外と天よりの宝札ゼラディアス、すげえカード入ってんな、カップオブエース、はあ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 、カップオブエースオッケー、カッポベースオッケー、で天空の聖域、なるほどこれ面白いな、天空の聖域か、いや神罰かな、あれ神罰期間ね、神罰くせー、神罰くせ発動は、うわ神罰くせ、召喚師アレイスターを召喚、召喚師アレイスターの効果を発動、これを無効にされるか、あヘッドチャッチング、なんだっけ、自分また相手がフィールドのモンスターの方が発動したときに、発動したそのモンスターコイントスを行って裏を持ってか当たったら傍聴がやる、風の場合は無効にする、だ当てればいいんだよね、これ確か当てればいいんだ、当てればいい、当てればいいんだよコイントス、だから
俺はギャンブラーなんで表しか出ないから。おい、あーバカタレ、バカタレ、バカチン、何してんだバカチン。あーエンドかこれきついよ。アレイスター何してんだよ。足引っ張るんじゃないよお前。相手そのアレイスター使えないっしょ多分。これでさ召喚魔術とか打たれたら笑うんだけどそんな展開はないよね。あ、1000ビート OK、 1000ビートはいい、1000ビートはいい。ドロー、ハイドロイド、あーまあ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 強いね、まあまあ強いね、まあ強いね。エンドしていく。ハイドロイドがあるんで、まあ死にはしない、死にはしないが、アレイスター取られた。どんだけアレイスター、ジェットジャッジクソ強いやんけ。あーめんどくせえ、バカめんどい、この盤面バカめんどいんだけど、バカめんどい、これやばすぎ。ハイドロイド一回止められるのか。ハイドロイド、まあ線は食らうか。これディスティニードローあるから線は食らうで、1800で殴らない。なるほど、スキル発動ディスティニードロー、アレイスターだよな。だってこれ、これアレイスターしかなくね、これ、これアレイスターだろう。アレイスター、アレイスター、でアレイスター召喚で効果発動、いや絶対当てる、絶対当てる、絶対当てる、絶対当てるから。表しか出ないから。おい何してんだよバカタレ、バカタレ、バカタレが。いやでもバンダルギオンがワンチャン出せればいいんでしょ。バンダルギオンがワンチャン出せればいい。トラップカードの効果はセッテルで無効にしてバンダルギオンを出せばいい。いける、大丈夫で、これでモンスター効果でハイトロイド投げて、でこれで一回あのヘッドジャッジングかなんかで無効にされるんだっけ。これヘッドジャッジングって効果が発動したら無効にされるんだよね、一回ぐらいは。なんかあれそういう効果じゃなかったっけ。リンネのバーシャス、リンネのバーシャスいいだろ。逆ターン、摂理だ、神の摂理発動、神の摂理を墓地に送ってビリ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 って言ってクリスピスジャッジ、あああうわちょっと待って、強すぎん。